皆さんこんにちは、リキューです。今回の動画は YouTube について、以前から何度かお伝えしてきています AV1、 YouTube でも採用されていまして、今回 YouTube の AV1 対応について一つニュースがありましたので、そちらをまとめてご紹介したいと思います。タイトルにあります通り、アルゴスチップというものがありまして、今回はそちらの話題です。まずはじめに注意事項です。こちらのチャンネルでは企業が発表していますオフィシャルの情報を基本にしておりますが、一部メディア発表やリーク情報も含みます。内容は編集時点のものです。動画公開後に事実と異なってしまう場合もございます。情報の正確性の確保に努めておりますが、気になる点がございましたら、オリジナルのソースをご確認ください。それでは内容です。まず今回ニュース、Cネットっていう有名なメディアが報道しました。それがこちら。これは Cネットが Google の幹部にインタビューをした内容となってます。URL、こちらに貼ってあります。日本語だとこんな感じになります。Google が先週ですね、先週の水曜日に開催された、これ読み方はちょっと微妙なんですけど、アスプロスっていうんですかね。そういうイベントがありまして、その中でアルゴスチップというものの詳細を初めて公開しました。で、これ YouTube のデータセンターで用いられているカスタムチップでして、2015年から開発が始まっています。そしてこの数ヶ月間で第2世代のアルゴスチップが導入されたということで、今回このイベントでその内容が発表されました。今回の Cネットの記事は、そのイベントで Google がどんな話をしたのかをまとめた記事になっています。2015年から専用チップで YouTube エンコードが始まっています。そして2021年から第2世代のアルゴスチップへ移行が始まっている段階です。で、今回記事にもなりましたこのイベント、どんな内容かというと、こういうサイトが立ち上がっています。スポンサーの欄を見ると、Google、Intel、Microsoft、IBM、Facebook、有名な IT 系の企業が並んでいます。で、これ何のイベントかと言いますと、ACM と言いますアメリカコンピューター学会っていう有名な学会がありまして、そちらが主催していますコンピューターのアーキテクチャ、それからオペレーティングシステムとプログラミング言語に関するイベントです。年に1回開催されていまして、今回はバーチャルで開催されています。ACM っていうのは、例えば有名なところですと、コンピュータグラフィックスの C グラフっていうイベントも、こちらの ACM が主催しています。で、この学会で Google が論文を発表しました。それがこちら、URL 貼ってありますので、興味のある方はご覧いただければと思いますが、今回この論文の内容までは踏み込みませんので、メディアの記事、それからもう一つ、Google が YouTube オフィシャルブログっていうのを立ち上げておりまして、そちらで今回の学会発表の内容を分かりやすく紹介したページが上がっています。こちらの内容もまとめてご紹介したいと思います。で、今回登場するアルゴスチップっていうものなんですが、チップの外観は開示されていないんですが、ビデオコーディングユニットという名前でこういうボードになっています。この写真が公開されています。 PCI Express のバスが見えますし、巨大なヒートシンクも見えます。で、イベントとブログでどんな内容のお話をしたのかというのをざっくりまとめてご紹介したいと思います。まず YouTube ですが、現在1分ごとに500時間分の動画がアップロードされているということです。で、この膨大なアップロードされた動画、サーバーサイドで YouTube がエンコード処理をしているんですが、その処理が大きな課題となっているということです。で、なぜかというと、YouTube はモバイルから 4K のテレビまで様々なデバイスに向けたエンコードを行っています。解像度も圧縮形式、例えば H.264、VP9、AV1、いろいろな圧縮形式でエンコードしています。ですので、アップロードされた動画1本につき、現在10本から15本ぐらいエンコードを行っているということです。この膨大なエンコードの処理が YouTube の課題ということです。で、今回発表された VCU、1枚の VCU に2つのアルゴスチップを搭載しています。そして、1つのアルゴスチップには CPU コアが1個、デコーダーコアが3個、エンコーダーコアが10個搭載されているとのことです。そしてこの VCU によるエンコード、これまでの一般的なサーバーを使ったエンコードに比べて20倍から30倍の性能があるということです。ただこれがですね、ちょっと1対1の比較ではないっぽいんですよね。これが、こちら論文に掲載されているスループット、Google が発表した値をメディアが公開した情報です。100万ピクセル毎秒ということで、H.264 と VP9、それぞれ、Intel のスカイレイク、NVIDIA T4、
VCU でエンコードした時のスループットの値が掲載されています。でこれを見ると分かるように Google の VCU VP9 で H.264 よりも高いスループットが出ています。つまり VCU っていうのは YouTube 専用 Google 専用のエンコードカスタムチップということになります。そしてこの Argos チップ今回第2世代が登場して第2世代から AV1 のエンコードも対応したということが発表されました。そしてこのエンコードコア 2160p つまり 4K の動画最大60フレームまでリアルタイムにエンコードが可能ということです。ただこの 60fps リアルタイムっていうのが AV1 でも可能なのかどうなのかはちょっと分かっていません。この Argos チップ現在 YouTube、Google のデータセンター内で数千個のチップが稼働中ということです。これまで 4K のビデオエンコードに数日間かかっていたところが数時間で終わるようになったということです。この数日っていうのはアップロードして見られるようになる時間ではなくて例えば多分 VP9 とか AV1 とかそういうより圧縮率の高いエンコードコーデックのフォーマットは後から順次追加されていくような感じになっているのでそれへの対応が数日かかっていたということではないのかなって思います。で今回このインタビュー記事の中でコーデックの普及っていうのは時間がかかるとも書いています。 AV1 っていう新しいコーデック Google が中心となって今広めようとしていますがやっぱりそんな数ヶ月1年2年ぐらいではできない。でそのためにも YouTube が AV1 をまず率先してサポートすることで例えばスマートフォンのメーカーそしてスマートフォン向けのチップを作ってるメーカークアルコムとかそういうところが AV1 をサポートしようというインセンティブにもなるということも書いていました。ですので今後も YouTube AV1 を普及させるために自らが率先して AV1 対応を広げていくということになるのではないのかなって思います。もちろん AV1 が使えないと見れないということではなくてAV1 を使えることによってより綺麗な画質より小さな帯域でも動画が見られるようになるということです。というわけで今回 YouTube の Argos チップ詳しい内容が Google によって発表されましたのでそれをまとめて動画でご紹介いたしました。今回はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。